皆方総研このコーナーは環境を考える企業名優の提供でお送りします。まあ、今日はですね、もう大型連休中なのでテーマがこんなドライブデートは斬新だにいたしました。ほらおらお休みでさ、まあ、彼女とか奥さんとかまあ、彼氏さんとか旦那さんとかとドライブするっていうパーティーあるじゃないですか。ねえあの夫婦 夫婦じゃないのに結婚してるのに他の男性女性とドライブする人もいますけどねそういうのは良くないよ気をつけてお兄さんプンプン丸よそういうのあ、すみません無視して結婚ですでは行きましょうでこんなドライブデートは残心だまず八の戸の牛しちちゃんこんなドライブデートは残心だ 電球中は弾丸ででキャンピンピグカーで宿泊災害時に備えたアアウトドアを楽しむいやこれは全然あ斬新斬新でもないかなまだあんだよねまあいいやちょっと飛ばして「秋の日陰ちゃんこんなドライブデートは斬新だ」「君のために準備したんだ」と言って助手席でギターの弾き語りを始める彼氏 ん出てこないドン引きはいもちゃてんじ女ちゃんやっぱり函館山で夜景を楽しむ <noise> けどね、まあ、あとドライブに行く前に車の燃料を満タンバッテリーのチェックもしとく、うん、お前は教習所の先生かあいや 餌のこ,こ,じゃんこんなドライブデートは残し品ハセストで焼き鳥弁当を買ってラッピーでチャイニーズチキンバーガー買ってビール買って東山にレッツゴーあと黒猫カンスちゃん行き先が三途の川 <noise> 乗る車が大きすぎて行動を走れない 埼玉のたらこ唇スパゲティちゃんこんなドライブデートは残しない一ドライブデートしようよ僕にも車あるよほら見て火の車さ借金だらけでねねえねえドライブデートしようよと気になる女の子に誘われたついて行ってみたら秋葉原の電気街に到着どうやらドライブデートとはいっても ハードディスクドライブのデートの方だったほわほわねえねえドライブデートしようよと気になる女の子からまた誘われたなぜかバスケのワンオンワンの相手ばっかりさせられるそうかドライブはドライブでもバスケのドライブかまさかよ4つ目ねえねえ一緒にドライブしようよ9月2日に約束ね と私も気になる女の子に誘われたなぜかドラえもんを一緒に見に行ったはいそうかドライブは「ドラえもん誕生日イブ」の略だったへえそうなんだ9月3日えっだとねえねえドライブデートしようよとまたまた気になる女の子に誘われた。 いつの間にか卓球の練習の相手をさせられていたこっちのねねえねえドライブデートをしようよとさらに気になる女の子から誘われた「怒りんよもう騙されねえよ」と返事をしたもののなぜかプロレス技をかけられたドライブパイルドライバー。<laughs> ついな。はい。うん。あ、もう邪険じゃん。ごめんなさい。リクエスト今日かかんないかな。はい。あと。おお。ばんです。トロンヤドミーでございます。双剣。こんな。ドライブデートは斬新だ一。釣り橋効果を狙い。自衛隊演習地を。走破する。いや。人気のないロマンチックなところだと思ったら。覗き穴の穴場だった。あ、いや。 グルメコース巡りで食べ過ぎて、もう運転は無理。あいやカナビが無駄に気を使って、怪しい地域に誘ってくる。まさかよ。まあそっか、東山かあれか。GX のあたりか。なんでやねん、えー。どちらかがハンドルキーパーを務める。 いやーうん「どっこいっしょ」ちゃんこんなドライブデートは斬新だ教習所の教官と生徒がドライブデートをしながら教習中今夜ベッドの上でも教習中八戸の伏地ちゃんこんなドライブデートは斬新だドライブデートには道の駅や観光地へ 絶景のパワースポットが楽しいよ進勧めてるだけですけどね <noise> 星研さんこんなドライブデート技にしないテイラー・スウィットを助手席に乗っけて生歌に大興奮テイラーに何カムカムダウンと言われて「I'm sorry ヒゲソウリ俺の実家はテイラー星・星研洋服屋だ」 意味が分かりませんねわ<や>あと彼女を抜けて水上自動車で津軽海峡を渡るドライブデートこれぞまさに青函連絡船バカバカ言ってんじゃないよバカ言ってんじゃないよ、ねえー、無口な戦車彼女が運転する車で彼女が服をおーこうガーって託し上げてえっ、ー、とじゃあ 卓の記事に黒熊翔太ちゃんこんなドライブデートは斬新だ5つあて1つ目2人ともコナンの犯人姿でドライブわや車がと海にドボンしても潜水艇になってしれっと海中ドライブカッコジェームスボンドか<や>砂漠でど真ん中走ってたら北斗の県に出てくる雑魚モヒカンが「ヒヤハー!」と言いながらバギーで追っかけてくる いい雰囲気に仕上がって無風な時間になるその瞬間、エントロピーの減少で時間が逆流する世界。<laughs> なんじゃこれ。いい雰囲気に仕上がって無風な時間になるとその瞬間突然テーマがな、ね、い車に爆弾を仕掛けた。スピードは時速80キロ以下に落とすと爆発するぞって。スピードって映画だなこれな昔のな。 えー、モーグちゃんこんなドライブレートは残しだ1、えー、彼氏の愛車オート三輪トラック2彼女の方が運転がうまいだって B 級ライセンス持ってるもん3つ目オートマ車が大変普及してる神奈川でいつでもマニュアル車にこだわるそうなんですか まさかよあと助手席にハワイのチャンネルを乗せて東山に向かう翔ちゃん <music> さすらいの夢旅人ちゃんこんなドライブデートは斬新だ1ドライブデートで乗る車がマジックミラー号 <music> エンジンのスタートボタンを押すのに 彼氏と彼女がイチャイチャしていて2時間以上かかってるまさかよ東山東山東山紀之のホテルに行くんでしょと立ち当てで彼女が突っ込んできた <music> なんとなく幽霊も乗っている煽り運転をした後に木本さんと 私を呼んサカイちゃんこんなドライブデートは斬新だ二つあって一つ目とにかくイチャつきまくり事故を起こすあいやー運転中彼氏の上に乗りほれほれほれ <music>、えー、そしてスキンヘッダーちゃんですね あのここで注釈入れておきますと、あの僕が、あの、やらしいわけじゃなくて、リスナーがやらしいんです。さ、ね、あご了承ください。はい、僕はまっとうなんです。はい、あのよくあの、たまにクレームが来るんですけど、僕はまっとうなんですからね。そこのとこ、ちょっと忘れないでおいてください。<laughs> スキンヘッダーちゃん。えっと、総研ですよね。提供。目印は3本の毛。おばきゅー おばきゅうか。旦那すげえ。小声で教えてくれてありがとう。この人、ものの程度って知らねえー、から、小声すぎて聞き間違いしなきゃいいけど、さあて多分こう言ったと思われる双剣です。かあちょめちょめのちょめちょめや、ちょめ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 ,ちょめ <laughs> いざ参る。<laughs> 参られその一。すごい。もうギラギラしてる。 もう目がギラギラいっちゃってる、うん、羽ねまライダーでその3飛ばしてね、えー、ササンの恋人も濡れる街角ヘビーローテーション <laughs> ねえ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 ねねねですね、はい、えと、ー、その4スイッチで シートがフルに倒れるように細工しやがったぜバンピューピロリロリョンその後ナビでどこを設定してもはい東山です、ね、<laughs> もうねみんなね多分ねみんな病んでるんだと思う、うん、多分よいしょ そして総計のメンバーが集めてきた情報を元にランキングを作ったものもご紹介します。こんなドライブデートは斬新だ。第10位クチ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 クじゃん、えー。車の中が醤油臭い。あいや。これは僕ね実際あの僕ローレン乗ってた時ね、えー、やってしまいました。えー、ラーメン屋で一生分醤油入れてたんですけど蓋がなぜか開いててですね気がついたら全部あのシートに全部醤油が垂れて。

マイベストって書いてあるテープを取り出し始めた危険ですねこれねこれ女の子のって彼氏がマイベストとかってテープ出したらやばいですからねそれやばい人ですそのうち犯罪を犯します多分その人はね自分の自宅をねサティアンって呼ぶ人だと思います第7位グチグチグチじゃんえっ、ー、と午前4時に迎えに来た うん、早すぎる、うん、もうかかっちゃって彼氏がもうデートもうかかっちゃってかかっちゃってもうすぐ行かないといけないってで第6行くじョコチョと後ろに白い服を着て何も喋らない女性がずっといる、うん、幽霊ですそして第5行くでその彼女が何サリーちゃんのうちに行こうと言い始めた もう怖いです。第4位、チグチグチグチチチ。えっと、彼氏がマッハ55のコスプレでうちにやってきた。そして第3位、グチ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 でチんチグ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 チチグ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 チチ えーとニトロも積んでいる多分あのそれは彼女さんもあれでしょうねよろしくメカドックっていう人ですね多分ねよろしくっつったよろしくメカドックワンワンですねえー、そしてですね第一位グチグチ,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 グチえー、落としべで落とされた まあなんか気に食わないことがあったですね。多分ね。落とされたという。まあそういうことです。はい。えー、ちうことで、今日もメンバーさんに愛と名誉と嘆きそうプレゼントいたしました。まあそういうことでね。はい。でまず、あの、挨拶は、君もすずらん。こっから入ってください。君もすずらん、はい。そっから行ってくださいね。以上、みんながどうぞ。 こんなドライブデートは斬新だでしたミナ総研このコーナーは環境を考える企業名イの提供でお送りしました